君が鏡の前でフリーズしてたから、その間に出て行ったの。配置を変えてみたんだ。君がもっと快適に過ごせるように。つまり部屋が一列じゃなくなって元通りになったってだけ。こっちの方が快適に思えるようになるよ。よくあることなの。部屋のローディングが間に合ってないんだ。もう少し待ってて。ううん、この世界はまだ完璧じゃないってだけ。私たちはこの世界のコアによってローディングされてるの。よくある話でしょ。そうだ、二人でビデオゲームやらない？それかカードゲーム、どっちがいい？どのゲームで遊ぶ？このゲームは格闘ゲームだね。どっちがより酸っぱいかを確かめる。すごく面白いゲーム。簡単だよ。雪玉を集めるの。もちろん雪玉が一番多い人の勝ち。2ラウンド一緒に遊ぼう。気づってるの？別のゲームでもやってみる？それともここで終わりにする？よし、それじゃあ次はカードで遊ばない？私のベッドルームで。始めましょう。簡単に説明するね。机の上のチップはその時の勝負で使うパラメータの種類を表しているの。例えばハートならライフとか。その後お互いに手札から好きなカードを出して、もし君のハートライフの数値が私よりも大きい場合は君の勝ち。カードを取って。次は私。あ、いいカードを引けた。先に出すね。君のターン。勝った。攻撃力で勝負だ。君の番だね。私のものだよ。ライフ比べだよ。君のターン。
君のもの。今度は防御力だね。君のターン。あ、君だね。攻撃力で勝負だ。君のターン。音？何の音？何も聞こえなかったよ。どんな音だったの？でもそこには誰もいないよ。どうしてまた会った？何するの？そこは私の下着。どうして信じてくれないの？私、何か間違ったことしてる？私はただ、ただ私と一緒にいてほしいだけなの。どうしてそんなにクローゼットにこだわるの？ただ、この世界には4つの部屋があるだけなの。それだけじゃ足りない？お願い、私と一緒にいて。わかった。またか。中身が気になるんでしょ。それなら今すぐに確かめてみなよ。